格闘技イベント、ブレイキングダウンで活躍する元アウトローのカリスマウリタ淳氏が9日、XQ ツイッターを更新。タレント竹井壮、50が同イベントへの参加を拒絶した投稿を受け、面白い人は規制やコンプラを言い訳に使わない、と切り捨てた。写真、全力で重森里美を威嚇する朝倉美久家電は、 タケイの投稿について、ごちゃごちゃ言う割にお前が全く面白くないことの理由になってない。過度に規制がかかるテレビでも面白い人は面白いし、面白い人は規制やコンプラを言い訳に使わない、とバッサリ。実種競技、だかってスポーツしながらコカインでパクられた俳優に紹介してもらってテレビ出てきて、動物の倒し方、とか真顔で言ってたやつだろ。 コンプライアンスや制限が一切合切外れて思い切り好きなことしてみてくれと言われても裸で動物ネタやるくらいが関の山だろ、と挑発した。家電は今大会のオーディションでは審査員を務めており、いろいろな意見があって当然だし、顔まで姿勢の俺が言うのもおかしな話だが、BD は反やしチェックや対策の厳しさは当たり見回しても随一だと思うよ、と強調した上で、竹井に、 まあどっかでばったりあったら熊の倒し方だけでも教えてくれよお前なんかと写真撮ってくれなんて言わないから心配すんなよと呼びかけた。竹井は8日、自身の X でブレイキングダウンに出て口だけじゃなく本当に強いのか証明しろと言った声に対し、出るわけねえだろ。ときっぱり、何者かもわからん不良連中と殴り合いして金もらったらおしまいだよこっちゃ、そんなのと写真撮るだけでも叩かれんだろう俺たちは。 それを、かっこいい、面白い、素晴らしい企画。でさ、俺たちが番組や企画で人殴ったら逮捕だよ。それこそ犯罪者になって終わりなんだよ。などと同どイベントを拒絶する理由を綴っていた。